トベの夏休みに隠された秘蔵映像が解き放たれた。メンバーの仲良しエピソードが明らか。芸能界の新風、トベが送る夏休みの冒険、その一端が未公開映像として明らかになりました。滝沢秀明氏が率いるトベの12人のメンバーが繰り広げたハワイ旅行を追った ABEMA 特番、トベの夏休み、チルダハワイ独占密着。新たな決意の語が視聴者に新たな喜びを届けました。 この特別編では、各グループの未公開トークやカットされたロケシーンが含まれ、飛べメンバーの魅力がさらに浮き彫りになりました。ハワイ初日、ナンバー、アイ、ヒラノシヨウ、ジングージ・ユータ、キシ・ユータはアロハシャツショップを訪れ、全員にプレゼントするアロハシャツを選ぶシーンが描かれました。しかし、キシ・ユータの奇抜な選択と、話を聞いてない事件が起こり、笑いが絶えませんでした。これにより、 メンバー同士の親密な関係がより鮮明になり、ファンは彼らのリアルな一面に引き込まれました。騎士ユータは罰ゲームで挑戦したスカイダイビングにおいて、想定外の一面を披露。神宮寺が上空での写真を撮っていたことが判明し、意外性に溢れた瞬間が視聴者を楽しませました。これにより、予測不可能でスリリングな飛びメンバーたちの冒険がさらに深まりました。 一方で、三宅北山ペアはハワイ最終日にじゃれ合う様子を見せ、初期のぎこちない二人の姿が公開されました。趣味が異なるが、故に生まれる微妙な空気感や、共感できる瞬間が、飛べの絆を象徴しています。これにより、ハワイの旅が彼らにとって新たな経験となったことが感じられます。さらには、インプのメンバーが本編で訪れたパワースポット、ポハクラ内を三宅と北山も訪れていたことが判明。 しかし、見宅けに遠慮してしまい、一風変わったツーショット写真が生まれ、その裏話も公開されました。インプのメンバーが自ら撮影した自撮り映像も披露され、ハワイでの彼らの自由奔放な一面が視聴者に広がりました。最終日の映像では、予期せぬハプニングが発生、エンディングトークの準備をしているスタッフがプールに転落し、笑いの渦が巻き起こります。 しかし、その後、サングラスの行方をめぐる騒動が起き、トベメンバーが連携プレイを繰り広げる様子が描かれました。この一幕が、トベのメンバーがどれだけフレンドリーでチームワークを大切にしているかを物語っています。視聴者からは、このハワイ旅行の楽しい瞬間に溢れた映像に感謝の声が相次ぎ、トベの魅力に新たなファンが増えそうです。トベは単なる芸能事務所の枠を超え、 自由で温かい雰囲気がファンとの絆を深めていることが伝わりました。飛べの夏休みは円盤化してもっと多くの人に楽しんでもらいたいという声も多く上がっています。ファンのコメントにはナンバー、愛のファンでしたが、つばきはたわれくんも応援したくなりました。インプは素直で性格が良く実力もあり、つばきくんの身を削る覚悟とグループに尽くす歓喜が、キス先輩に似ているように感じました。 といった具体的な感想が寄せられ、トベのメンバーたちがファンとの心のつながりを深めていることが伺えます。次回の冒険が楽しみで仕方ない、と期待の声が広がっています。